こんにちは、岩戸ゲームラボです。マリオカートツアーの今日のピックアップにはどんなものが並ぶのか、事前にツイッターにて画像提供をお願いしまして、皆さんからいただいた141通りの画像を集計し検証してみました。第2弾。第1弾のキャラ編は昨日アップしたんですが、今回はマシン編です。第1弾まだ見てないよって方は動画の説明欄にリンクを貼り付けてあるので、ぜひご覧ください。第1弾よりもさらにピックアップショップの法則が見えてきたので、集計結果を見ながら説明していきたいと思います。まずは前半戦からピーチカップ1つ目のコース、 RMX ドーナツ平野1の最適性マシンはこちらです。そして集計結果はこうなりました。アイスクリームバーンは今年の8月10日からスタートしたアイスツアーで新登場。サンドブラックはその次のクッパツアーで新登場しましたね。まだ最近のカスタムだからかショップには並びませんでした。トゥクトゥクライドは今年6月のバンコクツアーで新登場しました。これについては後でまとめて考察しますね。続いて2つ目、風船バトル GC クッキーランドの最適性マシンはこちらです。集計結果はこちら。ストロベリーソフトとチョコバナナアイスバーンはどちらも先ほどのアイスクリームバーンと同じアイスツアーで新登場しました。ホイップゴールドとファストファイヤーは今ツアーからの登場です。クリスマスシップは第1弾のキャラ編でも少しお話ししましたが、季節限定のカスタムはレア感を保つためショップには並ばないと予想できます。スイスイカーはアイスツアーの一つ前のオーシャンツアーでのリーグ上位報酬でした。7月に新登場してからまだ間もないカスタムで、さらにリーグ報酬というレアなものだったので並ばないのかなと思います。3つ目のコースはワリオシップ RX 最適性マシンはこちらです。集計結果はこちら。ブラックキャリッジは前回のサードアニバーサリーツアーで新登場しました。リンリンベルに関しては先ほどのクリスマスシップと同じように季節限定のカスタムなので並びませんでしたね。面白いのがゴールドマグナムです。これは今年8月のクッパツアーで新登場したんですが、最近のカスタムなのにショップに並ぶことが分かりました。同じタイミングで登場したキャラのブルゴールドはショップには出ないのにマシンは出るんですね。運営さんの遊び心でしょうか。これ出た人いたらかなりラッキーです。では後半戦に行きます。マリオカップ1つ目のコースはチョコマウンテン RX 最適性マシンはこちらです。そして集計結果はこちら。ゴールドデッカーは前回のサードアニバーサリーツアーで新登場したマシン。クリスマスクラウンはクリスマス、パープルバニーはイースターの期間限定カスタムなので並んでいませんね。クリーンアップは2021年の2回目のロサンゼルスツアーで登場したマシンなんですが、出現回数はゼロです。前半戦ピーチカップ1つ目の説明の時にトゥクトゥクライドがあったと思いますが、このクリーンアップとトゥクトゥクライドはどちらも都市コースで登場したカスタムなんですよね。第1弾のキャラ編でベビーマリオコアラとルイージレーダーホーゼンが並ばないことが分かったんですが、その理由はこの都市コース出身だったからなんだと思うんです。ベビーマリオコアラはシドニーツアーから、ルイージレーダーホーゼンはベルリンツアーから登場したキャラです。この2つの点から都市コースにまつわるカスタムはショップには並ばないと考察ができます。マリオカップ2つ目のコースは RMX ドーナツ平野 1RX 最適性マシンはこちら。そして集計結果はこちらです。3つ目は風船バトル GBA バトルコース1の最適性キャラはこちらです。集計結果はこちら。サバイバルレッドはクッパツアーで登場したカスタム、ゴールドカートは2つ前のマリオ VS ルイージツアーのリーグ上位報酬だったのでショップには並びませんでした。最適性ではないマシンもたまに並びます。そのマシンたちはこちらです。これも共通点ありますね。キャラの場合はゴールド系のキャラだけでしたが、マシンはゴールド系の他に食べ物系のマシンも並びました。そもそも今回のバトルツアー自体がキャラはコック系、マシンやグライダーもアイスやハンバーガーやドーナツと美味しいものだらけで、コースもドーナツ平野、チョコレート、チョコマウンテンとあるので、バトルツアーというよりも実質クッキングツアーなんじゃないかと思ってしまうくらい食べ物系を推してる感じがしますよね。バトルコースを追加する前に実はクッキングツアーのつもりで準備していたツアーだったり。ということで今回は今日のピックアップにはどんなマシンが並ぶのか、第1弾よりもさらに深く検証してみました。ご協力してくださった皆さん本当にありがとうございます。グライダーと最終的な考察に関してはまた後日アップしようと思ってますので、少しでも参考になったよって方はチャンネル登録高評価してもらえるととっても嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。また見てね、バイ。